今日はちょっと、緊急事態が起きてちょっと動画を撮るんですけど、タイトルにある通り、ちょっとね、弟がね、弟いることを知らない人たちもないので、先に説明しますと、安保ルキアは、安保三兄弟っていう空手三兄弟で、4人出て、で、お兄ちゃんが先に格闘技やめて、で、弟と2人で安保兄弟として格闘技やってた時があって、でその弟が、まあ今もう格闘技活動もほとんどやってないんですけど、格闘技活動をやってなくて、まあ本人はその格闘技をもう一度こう頑張りたいみたいな意欲を話したり、まあ、してて、で最初の頃はなんか、ずっと勝ち続けて、で、クラッシュっていう団体のチャンピオンになって、で、それで防衛戦で負けてしまったんかな、確か。でそっからちょっとまあ格闘技活動に関しては崩れていって、もう約もそれも4年ぐらい前になるんですけど、でそっからまあ格闘技に対しては、まあもうなんか気持ちがあるのかないのかよくわからない素振りがあったりしながらも、でも頑張りたいみたいな気持ちがあったりして。一回動画撮りましたもん。動画撮ったな。いつの動画だったっけあれ。2年前ぐらいです。2年ぐらい前やな。もう一回頑張りたいです、みたいな。と、多分覚えてる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、もし、気になる方は過去、概要欄貼っとくんで振り返ってみてください。今日動画にした理由っていうのが、まあ、結構ね、もう2年ぐらい前からこの問題はあったんですけど、ちょっともうそろそろ連絡もつかないし、集中がつかないなと思って動画にします。で、何があったかというと、まあ、弟が、まあ、いろんなところから、まあ、お金を盗んだり、まあ、自分が働いてる社長の家とか、まあ、後でちょっと呼んでいくんですけど、まあ、要するに、泥棒してるんですよね、お金を。で、それに対して連絡したり、もう一回何回も、二回か約束したり、まあ、この前もそれこそ指切りの約束を俺としたんですけど、まあ、それも今回もう破って、でも電話も何日も出ない状態が続いてるんで、もう拉致が開かないんで、まあ、みんなにこの事実を知ってもらいたいと思って。で、まあ、どんなことがあったのかちょっと説明しておきます。で、まず、まあ、弟が、今、弟である安保陸が、まあ、していることについて話します。まず、項目1。これまあ時系列バラバラなんですけど、ある程度多分合ってると思います。友達からお金を借りて返さないし、なかったかのような立ち振る舞いをする。これ1です。これどういうことかというと、まあ俺も知ってる、まあ姫路の、後輩であり、まあ弟からした友達なんですけど、まあその友達からお金を借りて、で返さないし、もう本当にそのなかったかのような、え、俺これ借りたっけみたいな。みたいな感じの立ち振る舞いをするみたいです。で、それは俺も話聞いてました。もう結構前から。で、2、これ多分さっきの俺やな。その動画撮った後に、ちょっと相談があると。もう一回ほんまに格闘技頑張りたいと。でも今、仕事しながら、バイトしながら、なんかお金の余裕もないし、今ここで決意固めて、行ってしまいたいと、東京に。だからそのためにお金が欲しいと。で、俺はそこで、あ、わかったと。まあその動画も撮ったこともあってな。お前がそこまで本気の気持ちあるやったら、この100万じゃあ持っていけと。別に、これは、俺は貸すつもりでは渡してない。別に、これはもうもらったと別に思ってもらっていい。でも、それで、お前がもし、ほんまにもう一回その格闘技で、成功を立てれて、ほんで、成功した時に、お返しの気持ちがあるならその時でいいわ、みたいな。ぐらいの感じで俺は100万円を貸したというか、もうほぼあげました。でも、蓋を開けたら、東京には行ってなかったです。俺はもう3ヶ月後ぐらいにも気づいてて、で、連絡とか取ったりしてたけど、その時も取れなくて、で、一回、それで俺が芝居たんかな、確か。確かそうやな。大阪に家に行った時。まあ、イルスずっと使われてたんで、もうさすがに俺も、裏切られた気持ちがすごくて、で、連絡も取れないし、何を考えてるかもわからない状態で、さすがにちょっとこれは許せへんなっていうことで、まあ、家にいる情報を掴んで、家に窓から入って、芝居あげました。で、その時に、ごめんなさいと。まあ、ムカついて、ただ、自分のお金を渡したのに、それに対して、まあ、もちろん怒りもあるし、ムカついた気持ちももちろんあるけど、でもそれより分かってほしい。やっぱり。っていうことがありました。で、次3項目。で、スポンサーさんからお金を集めて、で、試合に出るから、ちょっとスポンサーしてほしいと。お金集めて、減量中に、多分もう試合するつもりなかったんでしょうね。諦めて、で試合を欠場して、ドカ食いして、まあ、もう要するに減量できない状態になって、で、お金も、スポンサーに返してないということもあったみたいです。で、4、母親の家に入り金品を爆く、まあ、お母さんのね、家にね、これお母さんからも相談されたんですけど、まあ、家に入って、お母さんそんなお金持ってないですわ、正直。そのお母さんの昔から大事にしてるそのなんか金の何ブレスレットか忘れたけど、はい、なんかをパクっていったらしいです。で、5、その後、おじいちゃんの家に入り金品をパクる。笑い事しなくてちょっと笑ってもらうな。次はお母さんの家に入り終えた後はおじいちゃんの家に入って金品をパクったみたいです。で、おじいちゃん僕すごい好きで、自分のおじいちゃんが、まあ、ほんまにその 何者でもないところから俺はのし上がった人がすごい好きで、おじいちゃんはまさにそういう人で、気づき上げた人なんやけど、まあ、そんなおじいちゃんが今大事にしてるウブロの白の時計を、まあ、それ俺も相談来たよ。この時計欲しいの、お天気はどうみたいな。あ、めっちゃええやみたいな。おじいちゃん似合うわみたいな話をしてた。で、買ってましたね。買ってたよ。それをパクっていった。で、あれをもう換金してる。売りました。で、6か。会社の社長に、今の自分の会社の社長ですね。今の自分の会社の社長にお金を借りて、仕事に出ないっていうので、まあ約、俺が知ってる話では70万円ぐらいを借りてると。
建築系の会社に今働いてるみたいなんですけど、でも全然行ってないですよ、多分この書いてる感じね。会社の社長のお金を借りて仕事に出ないと、まあ、要するにお金を返せない状態ですよね、はい、で会社の社長がそれでしびれを切らして、まあ、怒ったりしてたみたいなんですけど、で次7、会社の社長にお金を返すからとアンポルキアにから70万円のお金を借りる。これ本当にこの前の話です。これマジでついこの前の話で、試合後、あれ試合後やったっけ、俺姫路行ったの。そうっすね。あ、試合後やな、はい、大晦日の試合後、1月多分5日とかに姫路に俺も試合終わったり帰省した時に久しぶりに弟を呼び出せる機会があって顔合わせたわけですよ。でそこで別に俺は説教とか正直しないです。もうそこで言ったのはもう LINE も残ってるけど、これ送るわ、後でこれ載しといて。まあ、こういう風な感じでもう一回マジで今までいろいろ嘘もついたしやってきたけど、俺格闘技に対する気持ちは本気なんやと。でこの前弟も試合もしてたんですよ、実際。なんかランブルっていう大会で試合をしてて、まあ、元プロ選手ゆうやさんって言って、俺もお世話になってる方なんやけど、その人と試合してて勝ってました。だから俺も格闘技に対する気持ちが戻ってきたんやみたいなこう思ってて、実際目で見てるから。やったらもう全部じゃあこれで会社の社長に対してお金を返して、でもう全部クリーンにして、でも東京に来いよと、もう一旦もう全部きれいにしてから東京に来いっていう話をしてて、実際この3月か4月に東京にもう上京する予定やったんですよ。で一緒にやっていこうと、また安保協定でやっていこうやっていう話をしてたんですけど、そのお金は実際会社の社長には渡してなかったみたいです。で俺は約束までして、お前今回これ嘘ついたらお前のことマジ許さんかなって、俺お前のこと芝居たことも何回もあるしあるけど、もう別にそんなことは俺したいわけじゃないから、したくてやってるんじゃない、でも そこまで裏切られたらそうせな仕方ないやっていうので、もうほんまにこれお前約束を覚えたらほんまに知らんでっていう約束を交わしたんですけど、写真まで撮らしてね俺は。でもその約束破りました。でその後にやった8、会社の社長の家に入り金品をパクる。でこれが今問題になってるんですよ。これがその会社の社長がさすがにもう怒って、いやさ怒るでしょ普通に考えて、怒ってもう被害届出そうとしてるんですよ。でそれを俺が耳にして、まあ正直な今の俺の気持ちとしては捕まったらいいんじゃないかなと思う。もうてかそれしか方法もないんじゃないって。だって俺2回手を差し伸べてるけど、2回とももうその手をもうパーンって弾かれたから、まあ金をだけ取られて、なんかもう人としての心を失ってしまってるんじゃないかなって思ってて、だからそのために刑務所ってあるわけやん。なんか冷たいところにマジで入ってっていうかな、ほんまの意味で考え直さなあかんのちゃうかなって。狭い部屋で臭い飯食ってやりたくない刑務作業もさせられて、まあそういうところでしか見えへんものがあるからそういった施設ってあると思うし、まあ今は俺ほんまそういう気持ちなんですけど、で今回の件について俺も連絡ずっともう取って、いろんなとこからやっぱ連絡来るんで、俺が兄なんで、まあ、来るんですけど、俺が弟の連絡取れないからもうどうしようもない状態なんですよ。どこにいるかもしれないですし、だからもう連絡つかないから、これはもう動画にするしか方法がなくてっていうので、気持ちとしては、まあ、世間の人に今弟がこういう状況ですよっていうのをちょっと分かってもらいたいのと、あと変わってほしい、まだそれでも変わってほしいっていう気持ちがありますっていうので、ちょっと今回この動画を撮ってるんですけど、まあ、だからこの動画を撮ってる理由に、まあ、みんなに知ってほしいっていうのが一つと、あとはもう弟に向けた最後のメッセージっていう意味もあります。人って結局一人でおられへんから、まあ、今悪いことばっかしてるけど、その悪いことしてる多分仲間とかもおると思うよ。俺は多分おそらく多分たった一人で孤独でそんなことはできひんと気がしてて、多分まあその別にいい顔するコミュニティもあると思うし、俺ら側にはもういい顔できひんわけや、全くその姫路の人間に対して、はい、でも他の多分コミュニティ俺はある気がしてんのよな。だからそういうところからとかからもそうやし、他のとこからもやっぱいろんな連絡来るわけやんか。でそれによって、まあ、連絡、まあ、してきてくれたらいいなっていう気持ちですね。でまあこれについて今俺が思う気持ちは、まあもちろん、まあ、悲しさももちろんあるし、あともちろん怒りもあるし、だけどそこにある気持ちとしては助けたい。やっぱ26歳、まあ正直全然やり直せるっちゃやり直せるやん。26歳でその格闘技じゃなくてもいいし、格闘技でもええんやけど、それ何でもその要するに人としてやり直せるやん、はい、それが残されてるっていうのを伝えたい。まあでも本心としてはあいつは常にこうやってそうやって裏切られるような行為をしだした2年ぐらい前から俺はもう裏切られ続けてるんやけど、とはいえ久しぶりに会った時に、まあ何回か会ってる、まあ3回ぐらい会ってるんかな、この2年間の中で3回ぐらい会ってるけど、いやマジでまあ格闘技やっぱこれしかないなって正直思ってるみたいな、まあ、気持ちもあったりして、やったら俺が手を差し伸べてあげれるとこってそこやん。一番やっぱり格闘技活動を支援してあげる、応援してあげるっていう部分でしか、まあ、でしかっていうことはないけど、そこにおいては一番俺も力発揮できるから。麻布十番に今ジムもあるし、それこそ東京のまあいろんなこう設備も届ってきてない、周りも。そうです、うん、だからもう一回気合を売り直してやるならっていう気持ちはずっとあるんやけど、何にせよ連絡が取れへんから今はどうしようもないなっていう、だからもう動画にするしかなかったですっていう気持ちです。めっちゃ強いじゃないですか、正直。
たらな、一番早く、俺よりも早くチャンピオンになってるしな、9戦全勝で。俺はもう勝ったり負けたりを繰り返して、昔からそうなんやけど、もうあいつはずっと負けなしでずっと来てて、俺より正直格闘技センスがあると思う。まあ、もう一回電話かけてみろ。もう今日10回ぐらいかけてるけど。だから革新的に、革新班で電話出てないだけの話。まあ、弟からしたら俺が一番怖いはずやから、多分出れるわけもないと思うよ。なんか助けてくれてるけども、いるんですよね。そう、まあ、姫路の、まあ、ほんまに昔から安保兄弟講演会っていうふうな形で、一番最初に俺らがこう東京に出た時に、あ、頑張れんやったらお前らこれで頑張れよみたいな感じで応援してくれた山崎さんっていう、まあ、方がいて、まあ、山崎さんもほんまにたくさん動いてくれてるし、今回の件 でほんまに迷惑もかけてしまってる、正直弟のことで。お母さんとかどういう気持ちなんですか？いや、おかんはもう連絡たまに取ったりするけど、救ってあげへんのみたいな感じ、スタンス的には。でも俺は別にやれることはやってるつもりやから、俺の中でも、なんかじゃあ全部俺が金を全部肩代わりして、じゃあいくらあるか知らんけど、はい出しました、であいつそれで変わるんかってさ、あいつ自身変わらへん、それじゃあ、じゃあこうやってまた助けてくれるんやみんなみたいな。だから俺が一番気に入らんのが、格闘技をこうまた俺頑張るんでみたいな感じで人から金集めてるとこが気に入らんのよ。で実際頑張ってへん、まあ一回だけ試合出てたけど、で俺それを見て、俺もまた、あ、こいつ頑張ってるんやと思った、まあ、瞬間ではあったんやけど、まあ、この動画出たらもうさすがに弟 も生きづらくない。だからもう生きづらくなった究極って、まあパクられるかもしれないし、弟はこれで、まあ、もしかしたらパクられるかもしれないです。もう被害届もしかしたらもう出してるかもしれないんで、俺はそのリアルタイムでその姫路のその社長がどうしてるかって知らないんで、俺が連絡取ってるわけでもないし、だからもうそうやったら先にこういうことがありましたっていうのを俺も説明したい気持ちもあるし、まあなんやかんやあるけど、言ったし、まあこの話をしたんですけど、あいつ自身がほんまに変われるのって、てかもうあいつが持ってる武器ってもう格闘技しかないんよ、絶対に。勉強も俺と一緒にしてきたタイプでもないし、だからまあ俺の本心はどんだけあいつが腐ってようが一緒に格闘技頑張りたいなっていう気持ちはあいつも持ってると思うし、心のどっかには。まあ、それを使って利用して人からなんかそうやって騙して盗んだりしてるのはめっちゃ気になんけど、あ、絶対やったら頑張るけど、でもやっぱ俺頑張ってたあいつのを知ってるし、チャンピオンになる実力があったことも知ってるから、だからまあそうなってほしいなっていう。で26歳やったらまだ最終まだ間に合うんじゃないって全然思うからっていう思いを、まあ、弟に伝えたいのと、視聴者のみんなに、伝えたくて今回の動画撮らせてもらいました。まあ、どういう風にね、すれば弟は更生させられそうかとか、なんかもう俺もちょっとよく分かってないんですけど、まあ、格闘技っていう今ちょっと視野が狭くなってしまってるかもしれないです。なんでちょっとなんか、まあ、動画でコメントとかもらえれば嬉しいです。あともう一つ思うのが、そんなにお金をいろんなとこから集めて何にお金を使ってるのかなっていうところが全く分からなくて不透明で、まあ、それがもう心配というか、てか気になる、シンプルに。そればっかり分からんわね、もう本人じゃないと。まあ最後に弟に、言いたいのは、正直こんな手段は使いたくなかった。もうこれはもう最終的な手段を今動画で撮らせてもらってます。でお前も、こんなところまでもう動画にさらされて世間に知られてしまったら、お前自身これを受け入れてもう変わるしか方法はないから、もう生きるか死ぬかで、お前生きるを選ぶやろ、やったら変われ、マジで。それを俺はほんまに思う、お前に対して。だからまあ連絡待ってるわ。以上、終わります。アンボルキアチームの格闘技活動や YouTube 活動を応援してくださるスポンサー様を募集しております。興味のある方は概要欄の方にメールアドレスが記載されてますので、そちらからご連絡いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。